ピンチランナーは2000年5月に封切られたモーニング娘。主演の劇場映画マラソンがメインテーマである。本作品ではメンバーがマラソン大会に出場するシーン等がある。これは当時、茨城県日立中市で開催された日立中全国少女駅伝大会にモーニング娘が実際に参加して撮影したものである。 沈みかけて敗戦の先に一人の少女。どこまでも続く海沿いの道を一人黙々と走り続ける少女がいた。貧困法制をモットーとする女子校、朝日奈学園陸上部、峯岸歩。唯一の陸上部員である。成績は常に学年のトップ、いわゆる優等生だが、いつも彼女は一人だった。しかし、そんな歩みを見つめる瞳があった。とは、 朝日奈学園に一年の長谷川さなえ、お嬢様学校の生徒らしからぬ派手な行動で、中児を集める元気娘。そして、もう一人は同じ町の男子校の生徒で、サーファーの後藤都志や、彼にとっても毎日会で見かける歩みは気になる存在となっていた。そんなある日、陸上部の物質がある老朽化した体育倉庫に落雷が直撃。中には、 練習から戻ったばかりの歩みが、燃え盛る体育倉庫の前では、陸上部入りを決意していたさなえ、その良き理解者で大病院の娘である、松本美智子、バスケ部のエース、仙道玲子、同じくバスケ部に所属しているが誰からも相手にされない、林原真帆の4人が降りしきる、雨の中で何もできずに立ち尽くしていた。その頃、年夜は、見かけはボロだが学生たちに、 人気の街のパン屋に仲間たちと一緒にいた。その中には、幼馴染みの都市屋に思いを抱く朝日奈の生徒、神崎智子の姿も、火事の知らせに学園へと向かう都市屋たち。パン屋の店員で学生たちの姉責め分的存在のマスダイクも一緒に駆けつける。グラウンドに駆けつけた都市屋に向かって、さなえか叫ぶ。お願い、助けてあげて。 友子が止めるのも聞かずに炎の中へと消えていく都市や、気を失って倒れている歩みを抱えて外に出る都市や、朦朧とした意識の中、歩みの記憶には都市やが身につけていたハイアンジュエリーだけが残されていた。この火事をきっかけに彼女たちには不思議な友情が芽生え始める。たった一人の陸上部に真ホとサナエが加入、歩みのことを恋のライバルと感じた。 と子も陸上部入りを宣言。バスケ部のエースである玲子も自殺未遂騒動の果てに陸上部入りすることとなった。老和の母親との関係に悩む歩み。父親からしつけという名の暴力を受け続ける魔法。治療法のない心臓病を抱え、死の恐怖と隣り合わせにいる道子。初めての挫折に自分を見失う玲子。自分らしく生きたいと願うさなえ。 頑張ることを拒否してきた行方、都市屋への届かぬ思いに心を痛める智子。それぞれが、それぞれの問題を抱えながらも、駅伝大会出場という目標を通じて、気持ちを一つにする。駅伝は誰か一人が賭けたなら、成立しない。それは、空にかかる七色の虹が、どれか一色が賭けたなら虹として存在しないのと、同じようなもの。彼女たち七人も、友情という。 名のたすきで虹をかけるべく、駅伝大会へと挑む。自分を信じ仲間を信じる。その先に、きっと大切な何かが待っているはず。今、友情のレースがスタートした。ひたちなか市及び、ひたちなか市教育委員会の主催により開催。年間行事として行われる大会ではなく、ピンチランナーの撮影のために一度きりで開催された大会である。代表者一名及び、 選手8名以内を1チームとするチーム編成の対抗戦。一般公募の50チーム及び特別枠5チームの全51チームにより争われた。日時コース朝日奈学園陸上部及びハロー。プロジェクト特別チームの編成は下記の通り。ありがとうございます。